はい、どうも皆さん、マルチゲームクラブホームに所属しているクロと申します。ということで、コルビティモダンオフェア2やっていきたいと思います。今回は後付け実況となっております。きっと背景ではね、コルビティ2の動画が流れてると思うんだけど、今回使っていた武器が SR、 ごめん嘘ついた、違う、マークスマンライフルの SPR208 っていうマークスマンライフルを使ってドミネーションやっていったんだよね。で、もともとこの銃のね、動画を撮るつもりはなくって、動画をね、好きなちょっとゲーム実況者さんの動画をちょっとラジオ感覚で聞きながら回してたの、ドミネーションを。僕史上マークスマンライフでの快挙を成し遂げたのすごいキル数が出て、普通だったら SMG とか AR の時よりもかなりなキル数を叩き出したから、すごい見てほしい。なんだろうね、すっごいバカエム良かった気がする。で、サイトもすごい面白くって、こう切り替えのハイブリッドになってて、片っぽは4倍、片っぽはドットサイト、等倍だね、のサイトがこう切り替えられるような仕組みになってて、SPR208 マックスマなんだけど、ワンショットワンキルタイプのマックスマなんだよ。で、すごい使いやすかった。ね、そこら辺のサイトより僕はこのハイブリッドの切り替え、ちょっと、大変かもしれないけど、基本的にドットサイト、等倍サイトの方を使っていれば、かなりクリアですし、見やすいのがあるから、すごいこれちょっとおすすめする。デメリットとしては、その4倍サイトがついてるから、右側の部分がちょっとその4倍サイトで隠れちゃうっていうのがちょっとデメリットなんだけど、でも、多分ね、ワンショットワンキルタイプの武器だったら、このサイトすごいおすすめする。背景で流れてるのはね、マークスマライフル SPR208 を使って、すごい珍しい僕の、好みのサイトを使ってドミネーションやっていた動画になります。すごい話が長くなってしまった、きっとカットされてるであろう。今後またね、このハイブリッドタイプのサイト出てくると思うので、ぜひ皆さん気になったらね、使ってみるといいかもしれないです。次回もお楽しみに。バイバイ。完遂まであと5分。
ったのけ。Changes.